少人数だと思うんですけど、僕みたいに映像の動画を見て幸せを感じる人がいるなら、僕も一回上げてみたいなみたいなので、昨日一回作ったんですよ。ハサミ使うから、他世界の人って使わないんですよ、ここのハサミ。バリカンでしか使わない。そこが日本人のバーバーの本当強みなんですよね、オリジナルで。これちょっと差別化が一個プラスアルファできたと思って、25、6ぐらいから30になるぐらいまでヘアショーめっちゃやってたんですよ。クラブ貸し切って、ダンサーさんとかと DJ さんとかと企画してヘアショーやってたんですけど、ヘアショーが本当面白くないんですよ。いや、もう途中飽きちゃって、あまりにもやりすぎて、でこれは何なんだろうっていう、そこまで行っちゃって、何のためやってんだろうみたいな、何もおもろくないなみたいな、もうやりすぎてもうマイナスになっちゃって、そっからいろいろ考えるようになって、ヘアショーとかって一般の人とかが見たら楽しい、ヘアショーってどんなヘアショーが楽しいんだろうみたいな。やっぱり人間って自分が主役じゃないですか。それ来た人、お客さんが主役になるヘアショーにしないと楽しくないんじゃないかなみたいな。要は見る側じゃなくてもう見せる側ですよ。まさに今の状況ですよ。もう後ろに近いです。これもう見せる側なんですよ。ここが世界のバーバーと違うところ。ごめんね。いいえ、危ない。休憩からいつ戻るかなと思ったら戻るみたいな。あ、これ終わったなと思って。言ってよかった、言ってよかった。ここが見せた。いや、バリカンも大事なんやけど。シンガポールでちょっとスターになろうと思って、あ、せっかくなら多分石井さんだろうな。あ、そうですね。名前はもう奈良崎義彦なんですけど、最終的にもうなんかシンガポールのシーンで種類が違くて、こういう、はぁ、覚えやすいな。いらっしゃいませ。彼女も今アシスタントできてて、はい、デビューをですね、するために今、日頑張ってるんです。あ、でも美容師さんの方なんで、メンズカットとかはまだ最後の方かなと思うんですけど、このくらいなんですよね。よろしいですか。次は年末までに総合100人。